映画の話、ブラックウィドウと来週の配信報告。先日映画を見てきました。マーベル作品アベンジャーシリーズのブラックウィドウという女性が主人公のアクション映画です。アベンジャーシリーズって単独の主人公が演じるヒーローものの映画だった頃はまだ見れたんです。アイアンマンとかハルクとかキャプテンアメリカ、マイティーソーなどです。ところがそんな彼らが全員集合して一本の映画を作るようになって、ちょっとついていけないようになりました。スーパーヒーローが集まって一つの映画を作る手法が始まったのはエイリアンとプレテターからでしょうか。とんでもない合作だったけれど、映画としては面白かったんです。これが成功体験になったのか、その後次々とスーパーヒーローが集まっての映画が作られるようになりました。私的にヒーローが集まる映画アベンジャーズシリーズでついていけないところは、ヒーローが活躍していたそれぞれの世界観が違いすぎて、それを無理から一緒にしているんでついていけませんでした。で、そんなアベンジャーシリーズなんですが、映画としてはこれが面白いんです。さすがハリウッドって感じです。面白いけれど設定についていけなくて、アベンジャーズシリーズは見るのをやめていました。で、今回のブラックウィドウという映画なんですが、アベンジャーズの中の一人に焦点を当てた映画で、他のメンバーのスーパーヒーローは出てこないので、ついついこの映画を見てしまいました。ネタバレなしにお話を進めます。まず最初にこの映画すごかったんです。何がすごいかって撮影です。特撮がすごかった。最近の映画はここ10年ほど特撮の動画で偽物の風景と本物の風景の見分けがつかなくなっています。それほど本物と偽物の区別がつかないんです。特撮といえば、少し前までは怪獣が出て暴れたり、ビルが倒壊したり、大掛かりな映像の特撮、人の気持ちを驚かせる、不思議な気持ちにさせる、大掛かりな場面を作ることが特撮の概念でした。ところが私が YouTube で見た動画、映画のコンテンツは何気にある普通の住宅の中のドラマです。豪華な家でもない、ごく普通の民家。室内をごく普通に人が歩いています。何の違和感もありませんが、周囲の壁、廊下、階段、主人公以外は全て合成の産物でした。映画として見ると、まるで普通の住宅の一室にいる感じです。まるで少しの違和感もないんです。その中で
アクションでもない、ごく普通のドラマが始まります。VFX って、ここまで来ているんだと、とても驚きました。いやあ、話が、それています。ブラックウィドウの話に戻ります。映画の最初に家族が出てきます。中年夫婦と2人の子供。子供は上が長男で10歳くらい、下が妹で3歳くらい。この家族はスパイです。冒頭から誰かに追われて銃撃されます。ここまでが重要です。でもこれはネタバレではありません。私、ここまでの設定がよくわからなくて、後半まで理解するのに時間がかかりました。まず、兄と妹と思っていたのが違って、姉と妹でした。秘密事項ではなく、私が単に姉の格好を見て男の子だと思い込んだだけです。この姉妹が主役なので、映画の後半まで私の頭が混乱していました。二人は姉妹で、家族は追われている。ここを最初に理解すると、ブラックウィドウの世界に入りやすいです。この映画の特に素晴らしいのは、先に言いました特撮技術です。前編すごいんですが、私のお気に入りは前半のヨーロッパの街中で繰り広げられるカーアクションです。実際の風景の中のカーアクション、とても見応えがありました。先にも言いましたように、このヨーロッパの風景の中のカーアクション、街の建物を含めた全てが作り物かもしれません。車がクラッシュするのは作り物だと頭でわかるが、映像では区別がつきません。もうどこからどこまでが作り物かは区別がつかないんです。このブラックウィドウ、特撮が好きな人にはおすすめの一本です。話の内容もまとまったいい映画でした。映画のお話はここまで。次は来週の配信報告に移りたいと思います。8月16日月曜日、那覇ブラ散歩、八幡通りから太平通り。映画を見終わると19時30分になっていました。今は那覇の三栄メインプレイスを出るところです。出口の正面には県立博物館が見えます。博物館の角を右に曲がって国道58号線に向かいます。ちょうど夕方でいい感じで、おもろ町の夜景が見えています。夜景も見ながら来週の配信報告を続けます。
8月18日水曜日。那覇半田川丸吉市塩せんべい店からスタートする肘川ビラ間合い。この公園は金城ダムに付随する金城ダム公園ですが、西側は半田川公園ともつながっており、正式な名称がちょっとわからないです。肘川ビラの下まで行ってまた半田川に戻ります。最後はまた丸吉塩せんべい店に入って塩せんべいを買いますから、来週は3本とも食べ物に関する動画ですね。いやー、雑で申し訳ないです。8月20日金曜日、沖縄南部八重瀬町八千文食堂。地図を見ていて何気に探した食堂でしたが、これが当たりでした。こういうこともあるんですね。来週は以上の3本になります。来週もよろしく願います。国道58号線まであと1分ほどです。おもろ町から国道に出るとこの動画を終わりたいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。